皆さんこんばんは、僕です。まあいっか。いや、皆さんこんばんは、僕だ。いや、聞いてくれ。なんで初めに男泣きをしたのか、そしてまあいっかとなったのか教えてあげよう。パソコンが壊れた！パソコンが壊れた！ついでにデータも持ってかれた！俺、SSD を修復して、元のパソコンを取り戻そうとしたのね。そしたら、HDD を間違えてフォーマットしちゃって、動画データとか、今までの編集データとか、全部消えちゃった俺やっちゃったよみんな俺やっちゃった。そのソウルワーカーの録画データ1本分と、あと獣フレンズのデータも、ついでに全部持ってかれましたね。まあ、この補填に関してなんだけどね、もう僕からはどうすることもできねえ。唯一、そういやー、消した録画データで、こんなことやったっけみたいなことを言うことしかできないんだけど、その消した録画データの内容、俺一切覚えてないのね。みんな聞いて。録画する以前に、録画してる時間があるじゃん。で、録画する時間軸。で、その後、少し空いて、今撮ってるのね。で、その少し空いた期間、俺中間テストやってたの。めちゃめちゃ書き込んで勉強してたの。まあね、忘れますよね。ビクターさん、少し話したいことがあってきました。無人島に逃げた裏切り者に関する話し会。はい、すべてを思い出しました。皆さんありがとうございます。僕の深層心理の短期記憶がすべて掘り起こされました。なんかこういうオーバーリアクションなのあんまり良くないんだよな。俺たちの軍隊の内部から反逆軍が現れて、で、その反逆軍が無人島に逃げたっていう話になったのね。で、その反逆軍たちがさ、俺前々から言ってたじゃん。アーロン、それ持っとけよって言ってたペンダント、キャサリンの写真が入ったペンダントを持ってっちゃったらしくて。で、アーロンさん、そりゃもうご立腹ですよ。ペンダントを取り戻すために、たかが私利私欲のために、今俺たちが派遣されてます。なんということでしょう。というわけでやっていきます。あのペンダントは、アーロン中佐にとって一番大事なものだからね。きっと、キャサリンを失った時と同じ気分のはずだよ。どれだけ悔しいか。僕でもわかるよ。でも、悔しいからといって、戦ったら多くの人が死ぬはずです。この戦いを止めさせる方法とか、交渉の方法はないでしょうか？いや、それビクターに聞いてもなぁ。交渉はよくわからないですが、止めさせる方法ならあるよ。神経ガスを散布して島にいる奴らを殺してペンダントを取り戻したらいいんだよ。私のせいでこんな状況になったんだから、状況解決のために私が一番努力しないと。あ、そうだ。ブロックちゃんがかくまっていた男の人が主犯格です。そうです。だから、ブロックちゃんめちゃめちゃ責任感じてます。必ず静かに逃げ出す。と、約束していたのに、裏切られた気分だよ。お、また島に行くんですね、クロスロードさん。あ、こんにちは、ベネリスさん。そういえば、今回の作戦では、ベネリスさんの和声が全然聞かなかったんですけど、どこにいたんですか？通信にいらないのは、時間があれば攻撃の戦地現場に行っているからです。もちろん、私も皆さんと一緒にいたいですが、任された仕事は確実に終わらせないといけませんからね。よし、やるか。無人島捜索2日目を開始。以前より潜伏している敵が多いですね。その以前をみんなに見せてないんだけどな。外部からの連絡信号を感知しました。本部の内線です。本部？ネットが支援しているなら、通信をハッキングされていてもおかしくない。そうだ。俺の声を覚えているか？ああ。ははははは。よ。相変わらずだな。中途半端に罪を食い入るのよっぽどマジだ。お前がそうでないと俺が殺してもつまんねえ。で、何しに来たの君は。整理ができていないみたいだ。今そちらにソウルワーカーが向かっている。お前らに賞賛はない。そのソウルワーカーを絶対的戦力と見るのやめてもらっていいですか？聞くところによると、俺たちはお前の大事なものを持っているそう。返して欲しくないのか？お、交渉しに来た。話を聞いたんだ。私が話しました。まずいか？なんでその話をした？相手の人質になるとは考えなかったのか？ああ。申し訳ありません。心配しないでください。あちらはまだ何が重要なものなのか分かっていません。そうだ。お前が何を探しているのかはまだ。それ正直に言っちゃうんだ。それ正直に言っちゃうんだ。構想下手くそだなお前な。全部燃やしたらその中にあるはずだよな。お、確かに。何が問題だ。もう分かり。じゃあ今から言うことをよく聞け。ほう。まずソウルワーカーを含む全ての兵力を無人島から撤収させろ。うん。それと明日アーロ、お前が無人島に来て俺と直接話す。大丈夫か、殺されないか。うん、それは明日来たらわかる。それどうする。アーロ君どうする。わかった。お、今すぐ兵力を撤収させよう。話は少し考えてみる。賢明な判断頼む。はい、来ました。あ、ごめん、間違えた。ごめん。マイクに手当たっちゃった。ごめんね、ごめんね、ごめんね。もし、いつもね、はい、来ましたっていう時ね、ちょっとね、なんかね、気分乗らすためにね、ちょっと、手叩いてんのね。はい、叩け、この野郎。俺が払ってる途中だろうか、お前、空気読めや。じゃあ、やってこうか。あ、疲れた。このさ、俺さ、今、リハビリみたいなもんなんだよ。ねえ、中間試験終わってさ、ゲームやろうかなって思ってさ、とりあえず、月曜の部分の動画がねえから、今のうちに撮っとかないと本当にまずいなと思ってさ、動画を撮るじゃん。で、そしたらさ、これよ。もうね、俺疲れてんの。疲れまくってんの。リハビリみたいなもんなのにさ、こういうなんかさ、過激なことをやらされるとね、ちょっとね、私の心がね、疲弊しまくりんぐなのよ。できるできる、お前ならできる、やればできる、YDK、よしかった。YDK の力は偉大だということを皆さんに証明してあげましたね。お疲れ様。結局、大きな収穫はなかったわね。アーロン中佐に対する恨みでさえ我慢できてたら、無事に脱出できていたはずなのに。バカなおじさん。ブロックさんが意図的にそうしたわけじゃないと分かってます。結果的にこういう状況になりましたが、なんとか解決すればいいじゃないですか。そうね。今はペンダントを取り戻して、この状況を解決することに集中するけど、状況が落ち着いたら、アーロン中佐に実施するつもりなの。数多くの兵を管理する立場なのに、一時の感情に振り回されて状況を悪化させた責任は取らないと。もちろん、その前にペンダントを取り戻して状況が解決したら、犯罪扶助の罪で処罰を受けて獄中生活をするくらいで収まると思うけど、最悪の場合は、もう、会えなくなるかもしれないわね。そんな笑顔で言うなよ。苦し紛れの笑いだって俺たち何もできねえぞ。明日まだだよ。え？一つお願いしたいことがあるの。はい、何ですか？いくらでもどうぞ。少し、危ないことになるかもしれないんだけど、私と、あんた二人だけで、島に行けないかな。やめようか。ブロックちゃん。考えすぎだ。よくない。俺一人で行く。関係ないよ、お前には。あんたにだけ言うけど、私が、ペンダントを盗もうと思っているの。まず、グルーウェルさんがいる、反乱軍の本拠地に行って発信機を設置しておいて、その後状況を見て、一人で忍び込んで、ペンダントを探そうと思っているの。無謀なことも問題ですが、そもそも、本拠地に行く方法なんてあるんですか？私は一応、グルーベルさんの恩人じゃない？内密に話したいことがあるって呼び出したら、本拠地に行けるかもしれない。もちろん、ペンダントが絶対にあるっていう確証もないし、そもそも、反乱軍の本拠地に入れないかもしれないけど、何もない筋にここでじっとしてたら、結局、血を見ることになるわ。私も、そろそろ何か準備しないといけないな。反乱軍の方で、アーロンさんを呼んでいることは罠だと思いませんか？きっと、アーロンさんが行ったら危険な状況になります。行かない方が。無駄な話をするな。ペンダントを取り戻せないと、私は死ぬことと同じだ。それは。私は、命を捨てる覚悟でそこに行くつもりだ。君も奴らに情報を漏らした責任を取って、死ぬ気で私を守れ。はい。もちろんそうするつもりです。無駄な話をしてごめんなさい。アーロン中佐、奴らの言うことを聞いてはいけません。クロスロードが言った通り、アーロン中佐を呼んだのはきっと罠です。殺すつもりです。その前にガスをテップして、皆殺しに行きましょう。私も同感だが、それをしたら、奴らがペンダントに何をするかわからないからやめておけ。人質ですか。なぜだ、クロスロード。なぜ奴らにペンダントのことについて話したんだ？それは、ペンダントさえ取り戻せば、すべて解決できると思って。まさか、人たちがあんなことを言うとは思いませんでした。すいません。さて、無人島に行く準備は終わったよ。アーロン調査には内緒で行くから、特に報告はやらないし。お忍びなんですよね。大丈夫ですか？監視スケジュールの抜けてる部分について、一番よく知ってるのは、監視を務めた私だけよ。いや。お前らは誰だ？なぜ連絡もなく突然島に入ってきた？私よ、グルーウェルさん。話したいことがあって、アーロン中佐には秘密できたの。突拍子もないことをするのだ。俺を助けた時から変わってないぞ。話をするくらいなら、何もここまで来る必要はなかったけどね。他の人に聞かれたらまずい内容なんです。それと、直接会って顔を見て話したかったし。で、どのようなご用かな？わざわざここまで来てくれたということは、まさか、我々と共にアーロンを相手に戦うという意味か？それなら、いつでも歓迎するぜ。我々は交渉するために来たんです。これ以上、戦いたくありませんから。アーロン中佐のものを、私たちにください。その後、静かに去っていただけないでしょうか。お願いします。ここまで来て、何か考えが変わったかと思ったが、がっかりだな。アーロンはすでに止めようがないほどの暴君だ。可能性がある時に殺した方が今残っている人類のためになる。だから、もう一度頼む。アーロンではなく、我々と共に戦わないか。グラウェルさん、アーロン中佐と共に働いた期間長くないですよね。だから、昔アーロン中佐がどんな人だったのか、今どう変わったか全然わかっていないんです。私はまだ、その時のアーロン中佐に戻られると思います。なるほど。結局、我々の敵になるってことだな。そんな話をしに、ここまで来るなんてな。とにかく、もうこうなった以上、交代するという選択肢はない。アーロンに対する我々の怒りを理解してくれ。わかりました。それでは、私たちは帰ります。ああ、帰ってくれ。ネットの奴らは、最後までお前らを捕まえると言っているが、ソウルワーカーがついていれば問題はないだろう。では、これ以上会うことはなさそうだな。ちょっと待ってください。なんだ。あ、いや、なんでもありません。陰キャか？お前はコミュ障か？どうしましょうか。結局、駐屯地がどこかわからなくて。大丈夫よ。さっき別れる前に発信機をつけてきた。おお、あのコミュ障演技はそのためだったのね。後ろを向いた時につけたんですね。私も話で解決できるとは思ってないから。どれどれ。あ、今発信機の動きが止まったとこが駐屯地ね。これでとりあえず位置は解決と。お、残りは私にかかってる。あんまり無理はしないでください。そろそろそれで命を失ったら元も子ねえからな。二人ともよく来た。これで今回の作戦に必要な人員は全て揃ったな。私は広告機の現場監督の任務がありますから、意見を述べるのみですが。向こうから指示した取引のために集まったんですよね。早く進めてください。そのやる気は高く評価しますが、今は少し論議が必要かもしれません。聞くところによると、アーロン中佐を連れて島へ来いと言ったそうです。まあ、罠でしょうね。そうだ。罠だ。正直、誰が見ても見え見えの罠ですね。ああ、そこは意見一致するんだ。重要な人質を取られた今は、その要求に従うしかなかろう。直ちに島へ出発する。今すぐ行くんですか？何か問題でもあるのか？いや、もう少し交渉をするのかと思ってました。彼らは今、興奮しきって話が通じないあてです。ペンダントを諦めるか、奴らの要求を飲むしかないですね。ペンダントを諦めるわけにはいかん。だから、早く決断を下したのだ。ちょっと待って。島に行くのはもう少しだけ待ってもらえませんか？ペンダントなら私が何とかして探してきますから。確実なものがなければ何とかするなどの無責任な発言は控えるよ。それとも、確実な何かがあるのですか？隠さずに話してくれればいいのに。いえ、まだ確実なものはありません。私たちを止めたい気持ちは理解できますが、心配しすぎはよくありませんよ。はい、申し訳ありません。とにかく、敵地に飛び込むのであれば、一番重要なのは、クロスロードさんの役割です。クロスロードさん、私のいるところまで来てくれませんか？お話ししたいことがあります。お、来ていただけましたか。では、まずは先にお話ししましょう。ブロックさん、何か隠していませんか？はい？いや、特に隠しているのはないと思います。わかりやすい！あ、そうなんですね。やはり何かを隠しているんですか？いやいや、ないです。何もありません。クロスロードさんは単純ですね。こんな時本当に隠していることがない人の反応は、私はよくわかりません、なんですよ。人は本能的に知っていることを隠そうとするとき、ないと言い切ってしまいます。何か隠しているのがあるから、とりあえず否定しようとするんです。あ、それで、ブロックさんが何を隠しているか、教えてもらえませんか？それは、すみません。ブロックさんが何をされたとしても、偉いことはしないと思いますが、少なくとも、裏切りとかではないですよね。絶対違います。ブロックさんが裏切ることを考えているなら、私が何としてでも止めさせます。何より、ブロックさんはアーロンさんを裏切る人ではありません。はあ、クロスロードさんは本当に単純ですね。感情が全身に現れています。嘘なら嘘だと、事実なら事実だと、全身が言ってるように見えます。なので、むしろもっと信用できます。僕は一旦、クロスロードさんの発言を信じます。ありがとうございます。まあ、クロスロードさんが言わなくてもいいと判断したくらいの秘密なら、僕もあまり気にしなくてもいいでしょう。これからのアーロン中佐の護衛をよろしくお願いいたします。ベネリスさんは一緒に戦いに行かないんですか？私は交渉専門家のしがないソウルワーカーです。銃に撃たれたら痛みも感じます。とにかく、これからやべきことを説明します。もうよ。あそこで動いてる船。方向が、無人島ではないですか？まさか、ブロックさんが。なるほど。隠していたことはこれですか。なんであんな行動ができるのかわかりませんが、大したものです。やるか。あの前にいるようだ。万が一に備えて、引き続き通信で会話する。通信の管理を徹底しておくように。我々スタディフォレストも注意深く観察中です。怪しい動きがあればすぐに報告いたします。生い茂っているこの場所で何かを事前に管理するのは困難だ。君の役目は重大だ。注意して動いてくれ。やっと来たな。待っていたぞ、アーロン。ペンダントを出すんだ。ペンダントはどこだ？自分で言っちゃった。ペンダント、そうか。あいつらが持ってきた荷物の中に、お前がいつも見ていたペンダントがあったのか。そりゃ命がけで守るはずやな。そんな写真一枚に一体なぜそこまで執着するかはわからないかな。お前にそんなことを言う資格はない。早くペンダントをよくせ。悪いがここまで持ってきてはいない。キャンプにあるから、ゆっくり行こうじゃないか。お前は、それを信じろというのか。持ってくる途中で、そこにいるソウルワーカーに攻撃されて奪われるかもしれないからな。慎重になることに文句は言うなよ。おい、ソウルワーカー。あそこのソウルジャンクやネットの奴らが、アーロン殺しに来るかもしれない。道を開けてくれるか。はい。我々からの連絡だ。怪しい凶暴からの連絡ではなかろうな。そんなに気になるなら聞いとけよ。最初からそんな連絡だったら、堂々と受けねえよ。こちら同行組。何の用で連絡したのか答えろ。いや。今まさに、アーロン中佐と接触して復帰中だ。特に問題ない。ん？何？ニヒルキングダムのベシが現れた。何それなぜ急に？どっから？じゃあ、配置していた兵士はどうなったんだ？全滅？ニヒルキングダム一匹に。ブルフレムのピエロ？7000。おかえり、ベネリス大尉。ひどい。やめてあげてよ。島の至るところが爆発と同時に炎に包まれていきます。何これは。どうしたんでしょうか。アーロン中佐は無事ですか？いや、無事だけど。はい、まだ大丈夫です。これ。救助をお願いします。ペンダント。他の被害情報を確認します。違う。アーロン中佐とか、なんか、違う。アーロン中佐、ブロックです。ブロック、どこにいるんだ？早くペンダントを探せ。燃えてしまうかもしれない。アーロン中佐、ご無事ですか？私は無事だから気にするな。それよりもペンダントを早く。なんかお前死にそうじゃない？大丈夫？おお、よくやったが。よくやったぞブロック。よくやってくれた。ペンダントさえ持ってきてくれたら、お前が反乱軍を手助けしたことは忘れる。早くペンダントを持ってきてくれ。申し訳ありません。戻れない。バカ野郎、何言ってんだ。私が直接ペンダントを。問題でもあったのか。私は反乱軍の駐屯地にいます。アロン中佐、ペンダントは私が握っていますから、後で私を探しに来てください。ルーク、何が起こっているのか答えろ。ペンダントを取り戻したら必ずまた昔みたいに。何言い出すんだてめえ。ブロック、聞こえるか。応答せよ。ブロックさん、ブロックさん、ビグレさん、今ブロックさんがどこにいるかわかりますか。ブロックさんに発信が来た位置を確認しました。ナイス。すでに島全体に炎が広がっていて危険です。いけそうです。任せろ、天下のソウルワーカー様だぞ。ボスグルーベル。お何してんのお前。おお、危ね。おお、危ね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 。え、それはそれ言いながら笑ってんの。家に帰りたいだけなのに、家族に会いたいだけなのに。えええ、我慢してれば家に帰れたはずなのに、おじさんは自ら全てを捨てました。逃げる場所も帰るチャンスも。え、でででで、お、ちょっと待って、お前それどうやって浮いてんの。よし、なんで俺まで。よし、ああ、でブロックは大丈夫、まだ生きてる。落ち着いて、私が助けますから、もう少しだけ我慢してください。戻ってきました。アーロンさん、怪我はないですか。君のおかげで大ごとにならず戻ってこれた。ご苦労だった。島にいた他の人たちはどうなったかわかりますか。君がブロックを救ってくる間、ベネレスが状況を整理しておいた。島は燃え、島にいたネットや反乱軍の行方は不明。火を燃やした間に、島のどこかに現れたか、船に乗って逃げただろう。私の無駄な執着で、ブロックの命を奪うところだった。一歩手前まで来てたってことか。ああ、まあよかった、助けられたなら。アーロンさん。ベネリスから話を聞いたが、グルーウェルというものは、私が処刑したものの中の一人だそうだ。ブロックがそのものを助けて隠していたのか。はい、そうです。もしかして、ブロックさんに罰を与えるつもりですか。いや、これ以上、私には誰かに罰を与える資格がない。むしろ、いつか直接、あの子に謝りたいと思っている。いつか。そういえば、ブロックはどうだ。状態が良くないのか。はい、気絶していたので、医療テントに連れて行ってきましたが、幸い、命に別状はないと聞きました。煙は強すぎて、気管支に怪我をしましたが、今日中に起きて問題なく動けるそうです。そうか。よかった。でも、手のひらの火傷がかなりひどかったです。あー、そっか。ペンダント金属だもんな。熱持つよな。炎で熱くなったペンダントをずっと握って、海中に入れたままうずくまっていました。あの子らしいな。必ず、やるべきことをやり通す。そのために命をかける。やはり、あの天馬セニアの弟子と言うべきか。師匠も弟子も、無茶をするなと、あれほど言ったはずか。お天馬セニア？アーロンさんは今すぐにでも、ペンダントを返してもらいたいですか？早く返してもらわなくてもいいなら、ブロックさんが起きた時に、直接受け取った方がいいと思います。あ、もちろん！それでも、今すぐにでもペンダントが見たいならしょうがないですが、ここだぞ！アーロン、お前の本来の人の性格が出るところだぞ。いや、これ以上悩む必要もないだろう。私が直接行くつもりはない。ブロックが私に持ってくるため、わざわざ渦中から守ってくれたのだ。指揮官として、部下の功績をむやみに横取りするわけにはいかん。もちろん、私のようなものは、そんな資格もないだろうがな。